昨夜のお腹の虫に負けず劣らず大きなあくびですわね。ほら、ちゃんとなさって。制服のリボン体が歪んでますわよ。もう朝ごはんの時間。朝食には少々早いですが、そろそろ部屋を出ないといけませんわ。講義の前にミーティングと訓練がありますから。ミーティング？リリさんたちと大事なお話し合いをするのですわ。昨日もみんなで集まっていたでしょ。リリも来るの？あら、ちょっと背筋が伸びましたわね。わかりやすい子。私も行く。頑張って起きるね。ええ、そうしてください。あなたも一つ柳隊の一員なのですから。一つ柳、リリたちの？ちゃんと一人前のリリーとして振る舞えるようになれば、お優しいリリさんのことですから、きっと褒めてくれますわ。そしてそのようにユリさんを導いたこの私にも。よし。そうそう、そうやって伸びをして眠気を飛ばして。うん、ああもう、やっぱり目が覚めてないじゃありませんか。ほら、フラフラしていないでしっかりお立ちなさい。待ち合わせのラウンジまで急ぎますわよ。あら、制服の肩が汚れてますわね。これはラムネ菓子の粉？もう本当に来なかったら。身だしなみに気を使うのは当然のことです。まして制服は私たちにとってフォーマルな衣装ですのよ。みっともない姿で戦いの場に赴くようなことがあれば、百合ヶ丘のリリーとしての面目が。お寝坊さん、ちゃんと聞いていらっしゃいます？私と同じ部屋で過ごす以上は明日からもしっかりと指導して。ユリさん、ほんの少し目を離しただけですのに、一体どちらへ？あれ、楓がいなくなっちゃった。ここどこだろう。あなたは誰？お名前はなんていうの？私はユリ。お前、あまり校舎にも近づいちゃダメだぞ。渡り廊下を汚したら掃除が大変。あ、って、ユリ？リリと一緒にいた。安藤タズサ、こんなところで何してる？楓は？そう、楓。楓と一緒に歩いてきて、それで。あ、大丈夫？なんかフラフラしてるみたいだけど。ミーティング、リリとお話。なんとなく事情は分かった。ねえ、この子は何？猫だよ。猫、猫、にゃん。珍しい、この子が自分から初対面の人に近づくなんて。じねえ、この子触ってもいいかな？うん、触るなら優しくな。でもその子。あ、走っていっちゃった。やっぱりいきなり触るのは無理だったか。猫、待って。あ、ちょっと待って、これからミーティングに行くんでしょ？うん、
この子も一緒に連れてく。いや、ダメだからそれは。さっきの子、確かこっちの方に。お、ユリじゃないか。こいつと追いかけっこでもしてたのか。あ、その子、私にも触らせてほしいの。いいけど、ユリにうまくできるかな。ユリさん！お、ユリが一人で歩いてるなんておかしいと思ったけど。はあ、はあ、やっと見つけましたわ。一体どこをほっつき歩いているのかと思えば。楓のお出ましだな。それにタズサも一緒か。さっきそこで会った。もうこの子ったら、昨日の今日で心配ばかりかけて。あははは、楓はユリとうまくやってるみたいだな。そーっと、そーっと。また猫に触ろうとしてるし。その子は気難しいんだ。私だって撫でさせてもらうまで大変だった。ちゃんと人の話を聞きなさい、ユリさん。あ、楓だ。今気づきましたの？ほら、早くラウンジに行きますわよ。皆さんを待たせてしまいます。お、そうだな。舞たちもそろそろ行かないと遅刻だ。遅くなったらリリに叱られるかもしれないよ。そうなの？じゃあすぐ行く。猫、また今度ね。さあ、急ぎますわよ。今度は迷子にならないように手をつないで。うん。楓、優しい匂いがする。あ、待って、タズサとも。はい。私も手をつなぐの。お、楽しそうだな。じゃあタズサのもう一方の手はマイがもらうぞ。え、これ何？私たちは何をしているんだ。みんな行くよ。さて、午前中に共有しておくべきことはもう他にないかしら。共有？仲間の手助けが必要なことがあれば教えてねってことよ。何か困っていることはある？私は何にもないよ。そう、それは何よりだわ。ゆりちゃんのことは丸く収まりそうなので私も大丈夫です。丸く収まってくれることを祈りたいですわ。あははは、楓はぐったりしてるな。早朝から学内をだいぶ走り回ったらしいからね。楓さん、ゆりちゃんお世話してくれてありがとう。今朝ラウンジにおんぶしてきた時はびっくりしちゃった。リリさんのためとあらば軽いものですわ。記憶喪失のリリーの二人や三人、遠慮なく預けてくださいね。あ、急に元気になった。出撃のたびにリリーを拾ってきたら困るじゃろう。それじゃあ問題ないようだから、ミーティングは解散にしましょう。また講義の後にね。さて、わしは一度もゆ様のところに寄っていくかな。ユージャさん、この後ちょっといいかしら。競技会のことでお話があるの。え、うん。ユリはもうちょっと楓の言うことを聞いてやれよ。楓さんに迷惑をかけないようにね、ユリちゃん。はーい。はぁ。海、どうした？ゆりちゃん？ふみちゃん？なんだか浮かない顔してるけど、どうかした？リリさん、講義に行ったんじゃ？
そんな顔をしてソファーにへたり込んでいたら気になって出ていけませんわ。楓さんまで。いえ、大したことじゃないんです。困っているのなら先ほどゆゆ様に相談すればよろしかったのに。そうだよ、水臭いよ。いえ、とんでもありません。レギオンの皆さんの力を借りるほどのことじゃ。借りるべきことかどうかは聞いた上で貸す側が判断すればいいのですわ。何を悩んでいるのか教えてよ、ふみちゃん。実はこれなんですけど。メモ帳？はあ、人の名前でびっしり。学内のリリーの名前とチェックマークが書かれてますわね。これは一体？戦技競技会に向けてリリー新聞特別号を発行しようと思ってるんです。全校に配布してイベントを盛り上げられたらなって。その目玉になるのは出場する有力者や私が個人的に気になるリリーの情報を網羅したインタビュー記事です。なるほど。ということはチェックマークがついているのはインタビューが済んだ方ということかしら。見た感じチェックがついている人は随分少ないみたい。はい、私一人じゃとても手が足りなくて、このままじゃ当日までに間に合いそうにないんです。だったら私に手伝わせて。新聞の作り方はわからないけど、お話を聞くのなら多分力になれるから。リリーがフミを手伝うなら私も手伝う。リリーさん、ユリちゃん。リリさんの向かうところ、私ありですわ。楓さんも。その程度のことでしたら、もっと早くおっしゃってくださればよかったですのに。ありがとうございます。それじゃあ早速、今日のお昼休みからお願いしてもいいですか？最初は私がインタビュー現場をお見せします。まずはやり方を覚えていただくということで。フミがやっていることを覚えればいいんだね。お安い御用ですわ。頑張ります。お待たせしてしまってすみません。それじゃあ早速質問させていただきますね。まずは戦技競技会についての意気込みを聞かせてください。意気込みと言われても難しいですね。できる限り日頃の成果を発揮できればいいなと。ふむ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 。それじゃあ注目しているリリーはいますか？ルームメイトや先輩、他のレギオンの人でも構いませんよ。白井ゆゆ様ですね。私の周りでも大勢の子が気にしているので。やっぱりですよね。ゆゆのこと気になるの？じゃあリリは？ゆりさん、突然何を聞いてらっしゃるの？この方が困るでしょ。リリ？リリはリリだよ。ほら。一つ柳リリです。あはは。あ、そうか、一つ柳さん、あなたがゆゆ様のシルトで同じレギオンに所属しているっていう。ゆゆのことは気になるのにリリは気にしてないの？他の人もそうなの？ゆりちゃん、私のことはいいから。この子も一つ柳隊のメンバーなの？ゆりさんのことは気にしないでいただけるかしら。好奇心旺盛なお年頃なのですわ。ああ。あ、誰か来た。あれ？本当ですね。次の講義でこの教室を使う2年生でしょうか。今度は私がお話を聞いてくるね。ゆりさん！
ビュー。ユリさん、まず挨拶はごきげんようと教えたでしょ。そうだよユリちゃんって、そういうことじゃなくて。あなたたち1年生、こんなところで何をしているのかしら。あなたはユユのこと気にしてる？ユリちゃん、まずはちゃんと事情を説明しないと。ユユって白井ユユさんのこと？そりゃ同じリリーとして気にならない人の方が少ないでしょうけど。ユユと競争したいんだ。じゃあ意気込みを教えて。ユユさんと競う意気込みですって？あなた一体何を。ごめんなさい、ユリちゃんはまだ難しいことは分からなくって。これには複雑な、いえそうでもない事情があるのですわ。あなたはカエデ・ジョアン・ヌーベル？そう、そういうこと。あなたたち白井ユユさんのいる一つ柳隊ね。正義協議会を目前にして、わざわざユユさんの話題で興味を引いて、一体どういう了見かしら。誤解です。私もう行ってもいいですか。あー楽しかった。最後はみんなで謝って走って逃げるのがインタビューなんだね。それは大いなる誤解です。でもあの2年生の方には許してもらえてよかったです。最初の1年生には私の方から丁重にお詫びしておきましたわ。いろいろ大変でしたけど、とりあえず今日のところはありがとうございました。そんな、私たち今日は何の役にも立ってないのに。手伝うって言ってくださっただけで嬉しかったですし、それにとっても楽しかったですから。なんだかゆりちゃんが一緒だとリリさんがもう一人増えたみたいです。私ゆりちゃんみたいなことしてたの？ん？私リリに似てる？なんというか、すべてが新鮮で無垢な感じがリリさんっぽいというか。確かにリリさんの魅力といえばその純粋さですわね。とはいえ、はあ、まだ午後の講義も訓練も残っているというのに、どうして私はこんなに疲れているのかしら。次のインタビューも頑張るね。ゆりさんがインタビューするなら次も保護者同伴が必須ですわね。